皆さん、こんばんは、マーティン、ダーダの役場、ケングダグです。ケングダグの ECC、さあ、いよいよ接続詞を本格的に学びたいと思います。接続詞とは、語句と語句、文と文を結ぶ働きをする。まず語句と語句の場合は、I bought a book and a CD yesterday。文と文の場合は、I like math, but I don't like science。そういう風な感じです。はい。and, but, or, so の場合は、and は何々と何々。そして、but はしかし、or は何々か、それ、何々か、それとも。そうはそれで、だからという語句です。はい。覚えてください。次はですね、if、もし何々なら何々をしますという意味。文と文を集中の関係で結ぶ接続詞。if 何々の部分が主に当たり、主の部分を修飾する。if 何々の文は主の部分の前にも後に置くことができるんです。はい。I will stay home if it rains tomorrow. こういう感じです。逆の場合、if it rains tomorrow, コンマ、I will stay home. そういう感じです。はい。他にも、when は何々するとき、because は何々なので、after は何々にした後で、before は何々する前にです。if 他にも、when, after, before のように時を表す説の中の動詞は未来のことでも普通現在形で表すんです。たとえ未来であっても現在形です。覚えてください。ということで、それじゃあバイバイ。